美しい色調、優しい肌触り、心が安らぐ畳の香り。この高品質な畳を作るのは熊本県産いぐさ畳表。この畳表の元になるのが熊本県産いぐさ。泥染めという伝統的な製法で作られたこのいぐさを原料に加工・染色されています。泥染めは刈り取った直後のいぐさを天然土を適度な濃度に溶かした水にまんべんなく浸積。泥のコーティング作用で光沢や色調が整えられた良質ないぐさができます。この泥染めされたいぐさで染色された畳表は色調が美しく、肌触りの感触が良く、畳独特の香りがします。また湿度が適度に保たれるため品質が保持されたままでエンドユーザーに届けることが可能です。畳表の生殖においていぐさの長さは最も重要で、形状が長いほど色合いの統一された美しい畳表に仕上がります。県内の各生産地の気候はいぐさの生育に非常に適しており、形状が長い高品質ないぐさを栽培できます。また折り目の揃った美しい畳表を作るためにいぐさの長さによって97センチ以上、110センチ以上、120センチ以上、140センチ以上の4段階に選別し、その長さごとで生殖を行います。1500年代から続くこの地域のいぐさ栽培の歴史において、生産者が一貫して畳表まで加工する作業が行われてきました。いぐさの長さの選別を生産者自らが行い、揃いの長さで畳表の加工を行うため、高い水準の品質保持が実現しています。